堀川貴具は、鎌倉時代中期から後期にかけての苦行。内大臣、堀川智真の長男。堀川大城大臣をゴす。下には、十一位、大城大臣。家庭三年中意位下二条赦。家庭四年時中に任ぜられ、任時元年中合意上に少女。任時二年目にこの絵少将に任ぜられた。任時三年生意位下、微前助に条任。 さらにその十四位下に除せられ、還元二年十四位上、右この絵中将となった。還元四年生四位下、終わり助に除任され、法治元年中宮の賢助を兼ねた。法治二年に、倉人島、左この絵中将となり、県庁二年十三位、三位に除任されて苦行に列した。県庁三年さぬきごんもりを兼任し、ほどなく、肖像くらいに少女。 県庁4年県中納言に任せられ、県庁6年十2位に少女。県庁7年左衛門の正しを兼ねて、昇華2年に、正二位に進んだ。校長元年中納言ついで県大納言となる。文英8年大納言に転じ翌文英9年、順が小学院別当に部任された。公安6年12月11位に至る。器具は大臣になることのできる価格である。 政画家の出身で、さらに文英九年八月より大納言の主席を占め、いつ大臣に承認されてもおかしくない状況にあった。しかし、当時大臣には多く接管家の指定が認じられていた。ため、器具は長年大納言の地位に止まっていた。かかる状況にある元具を威布するために、約三百年ぶりに、純大臣の待遇が復活。公安七年純大臣に任ぜられた。しかし、 現職の大臣とは認められず、現職者のみが参加できる儀式から排除されてしまい、企業は存外の沙汰と憤慨している。昭和2年晴れて、大乗大臣に任せられる。翌昭和3年に上表して、大乗大臣を辞任。永任4年出家して、永任5年5月10日に隠れをした。去年66。以下、苦行部人の記載に従う。ありがとうございます。